皆さん、お元気ですか？花咲ゆきみです。以前、いつもお世話になっております、ジャズピアニストの清水ゆかりさんと一緒に、人とようさんの花水木という曲をリモートコラボさせていただきましたが、皆さん、ご覧いただけましたか？あれからまた一緒にやりたいねってお話をしていたんですけれども、今回、なんと、またまた、リモートコラボをさせていただきました。今回の曲はですね、清水ゆかりさんのセカンドアルバムに収録されております、スマップさんの夜空の向こうという曲なんですけれども、すごくね、ジャジーな夜空の向こう、かっこいいんですよ。で、今回は、そのセカンドアルバムに入っているのとは、ちょっと雰囲気というか、アレンジというか変えていただいて、私が歌いやすいようにね、ゆかりさんがちょっとだけこう変えて演奏してくださってるんですが、それもまた、とってもかっこいいんですよ。というわけで皆さん楽しみにしててくださいね。それでは聴いてください。夜空の向こう、どうぞ。頑張ります。明日が待って